さあ今日も乙女たちにね質問をぶつけて、はい、乙女が何を考えてるのか探っていきましょう、はい、今日のテーマは何でしょう。はい、今日のテーマはもし生まれ変わるとしたらば鳥のように大空を自由に飛べるようになりたいか、それともお魚のように海の中を自由に泳ぎ回れるようになりたいか。さああなたはどちら派ですか。鳥か魚か。鳥という人は赤へ、お魚っていう人は紫へ。全員移動。じゃあまずはこっちの鳥派ね。鳥派。鳥派。はい。じゃあ石から聞いてみようか。やっぱ人間ってこう泳ぎますよね。誰も結構泳ぐことできますよね。うん、けど飛ぶことっていうのはやっぱできないですよね。うん、だからやっぱね、自由に飛びたいなと、羽ばたきたいなと思います。私は。なかなかいい意見だね。なるほど。はい、羽田なんか行きゃないですか。ねえ、なんでこっち来たかっていうと、私変な話、魚面人っていうあだ名がついてるんです。なに、なんで。そう、魚人面人じゃん。魚面人、魚面人なの。なんでなんで。だから魚面人。はい、だから生まれ変わるんだったらぜひ魚がいいなと。魚顔なの。いや、なんで、なんでついてたんだ。誰がつけたの。人面魚ってあって、ハガキが送られてきて、それで人面魚とかが流行ってた時で、それで今こういうの流行ってますけれど、5人をねそういうのに例えたら何になりますかっていうので、最後余ったのが魚面人だったんですよ。それで、そう、あだ名がついちゃったん でぜひ魚にって。ああ、そう、しょうもない理由ですけどね。吉田、今年の夏に沖縄に行って、あの離島の方ですごい綺麗な海にシュノーケルだけでちょっと潜ったんですよ。そしたらすっごい綺麗で、私今まで海って目を開けたことがなくて、で初めて15歳にして初めて海の綺麗さを知って、ああいいなと思って、うん、熱帯魚みたいな綺麗な、うん、泳いでみたいです。うん、はい、鳥派の意見ないですか。あの今年の夏に飛行機に乗ったんですよ。それで初めて乗ったの。いや、初めてじゃないんですけれど、それで、あそこはどこですか、四国の方をコンサートで行ったんですけど、飛行機に乗ってちょうど夕方だったんですよ。それで空がすごい綺麗で、あの18歳にして空の綺麗さを初めて知ったんですよ。うまいね、どうも。さあ、もうちょっとこっちに行けないですか。はい、もうの。やっぱし海で綺麗なとこ見て、サンゴ礁とかってありますよね、うん、ああいうところに住んでみたいなって。サンゴ礁に。そう、サンゴ礁のところでみんながなんかサンゴが出たりして、なんかワイワイガヤガヤ、なんかそんなごちゃごちゃしてるんだけど綺麗だから、ああいうところに魚になって隠れてみたりとか、なんか隠れんぼしてみたいいなと思ったんですよ。うん、なんか今海のもしかしたら生き残りの怪獣と会って見えるかもしれないからね、海に住みたいな。そういうのを考えちゃって今熱ないかお前。海の何、怪獣、ほら昔って怪獣が生きてたりとかするかもしれないじゃないですか。そう、化石とか見つけて、ああとか言って、神秘的だってこと言いたいんだろ。な、そうそうそう、通訳しなきゃいけないからさ。じゃあなんか魚はこういうとこが嫌だ、海の魚はこういうのがだから嫌だって意見はない。こっちでだから鳥の方がいいんだって。はい、そう、海汚いっていうか、あの私も初めて、あのおしこの仕事初めてシュノーケリングとかして海の中見たりしたんですけど、元が水とかあんまり好きじゃないからかもしれないですけど、なんていうかな、その神秘さがまた怖いんですよね。すごい、なんていうか、あの青白い暗い、それがまた好きな人は綺麗なんだろうけど、私とかにとってはね、ちょっと怖いっていう、怖い印象があるんですよ。そうそうそう、夜の海なんかね。そう、そういう。なんで俺がびっくりするんだよ。ごめんね。井上なんかない。鳥はあの空から落とし物しますよね。あ、鳥の分ね。私自転車通学なんですけど、うん、現に被害に遭ったことあるんですよ。あ、俺もあるよ、通学の時。もう頭にあるよな、うん、俺も冴えないじゃない、リーゼントでこんな突っ張ってこんなって歩いてんのにパタッて行けよなーとかこんな風誰にも文句言えないんだもん、あれ。そう、でその対処の仕方が、あのすぐに取れないし、うん、いつまでも臭いからちょっと嫌で、うん、その点魚は
なんかそうか、魚いつもずっとついて歩いてるね。キレが悪いだもの、魚は。大丈夫なんですよ、海は広いから。それに海藻みたいなの食ってるしな、うん、っていう点で、まあどちらとも魅力をね持ってるところですからね、うん、まあ見てる人にとってみればね、うん、どっちだっていいじゃねえかよ。終わっちゃうのもそうなんですけど、そこまで考えなくても、うん、乙女はこんなことを考えておりました。というわけで以上、乙女のシンパジウムでございました。